い、皆さんこんにちは、佐藤圭です。今回はこちらですね、英語が伸びない人の特徴っていうところで話をしていきたいと思います。この動画見ていただくことでですね、いろいろ英語を勉強されてきた方々で間違った努力とか、なんで伸びないんだろうとか、そのできない理由を知ることで、その逆をやれば、まあできるようになるという考え方を使ってですね、この皆さんが伸びる人になっていただくと、間違った勉強しないようにしてもらうっていうことが今日の動画の目的です。まずですね、この英語が伸びない人の特徴、その1なんですけれども、単純にですね、目標がないっていうところ。例えば、英語ができるようになる理由の一つとして、これをして、これをして、こういう風になりたい。だからこそ英語が必要であるっていう風に、この目標がある人なんですね。例えば一番簡単なのは、ビジネスで成功したいし、海外で仕事したいから、もうほぼほぼ海外での仕事が決まっている場合ですとか、留学を目指していて、もうTOEICとか IELTS とか TOEFL とかそういったものを取らなきゃいけない状況にいる人たち、あとは単純に受験勉強をしている人たちですとか、目標が持っている人っていうのはすごい英語伸びやすいんですね。これは英語に関わらずだと思うんですけれども、いろんなことに対して、スポーツでも音楽でも芸術でもいろんなことに対してそうかもしれないです。何かここにたどり着きたいっていう目標があることが重要です。で、伸びない人はですね、結構なんとなくやっちゃっているんですね。なんとなく英語できたらいいな、なんかかっこいいな、なんか趣味でやってますよっていう方はですね、なかなか伸びきらないんですね。別にそれはそれで趣味としてやる分には、別に伸びなくてもいいよっていう人いるかもしれないんですけれども、これ見てる人はですね、おそらく英語伸ばしたいけど伸びないっていう方が多いんじゃないかなと思います。なので、明確な目標を決めましょう。だからその時に大事なのは、いつまでに達成するかってことなんです。例えば、いつまでにそれを達成する必要があるのかっていうのを目標を立てるときに、まあ、外部の理由があると一番いいんですね。試験日がここだからとか、仕事の納期でここだからっていう目標があると一番いいです。で、必要があれば自分で設定をする必要があるので、まあ、そこも設定してみましょう。まあ、大体3ヶ月から半年ぐらいでできるものがいいかなと思います。1年後とか2年後とかだとちょっと果てしないので、目標を細分化して3ヶ月から半年ぐらいで達成できること、身につけていくといいんじゃないでしょうか。そうすると、どのぐらいのペースでね、やっていけばいいかっていうのが見えるので、目標の期限を設定する。これが重要になります。で、その中で、まあどういうふうに自分が学んでいったらいいかっていうことも考えながらですね、常に目標に近づいている感覚を養っていくことで、皆さんのこの英語力っていうのも比例してついてきます。で、その時に、まあ、ちゃんとある程度現実的なね、もう少し頑張ればできるぐらいのものの方がいいかなと。雲をつかむようなレベル、いきなり3ヶ月でネイティブになるんだとか、なかなか難しいと思いますので、まあ、ある程度現実的なものですね。ただ、難易度はそれなりに高い方が頑張れるかなと思いますので、まずそこを見つけていくことが重要でございます。はい。で、2個目なんですけれども、いろんな表現を学びすぎている。もっと言うと、インプットが多すぎるんですね。結構、英会話スクールとか自分も講師でやったりとか、自分が受けたこともあったりですとか、予備校で教えたり、まあ、予備校の授業も受けたことあるし、学校の教員もやってた時期もありますし、英会話のオンラインレッスンとか、あとはセミナー講師ですとか、まあそういったいろんな場面で英語を教えてきてるんですけれども、やはり伸びない人たち、パーって見てみるとですね、まあ約これまで12年ぐらいの間で、まあオンライン、オフライン、単発の授業も含めて、だいたい5万人ぐらい、若干5万人前後ぐらいですかね、授業をしてきて、いろんな人に授業を届けてきたんですけれども、まあアンケートとか取ってみるとですね、まあいろいろいろんな意見が皆さんあって、で、やっぱり一番多かったのが、こんなに単語を覚えてるのになかなか使えるようにならないっていう方多かったんですよ。で、それは何かっていうとですね、覚えすぎなんですね。僕らが使ってる言葉って、話す言葉ってそんなに語彙数いらないわけ、語彙力そんなに必要ないわけなんですよ。皆さんの日常の会話とか録音したりね、書き起こしてみたりすると、実はそんなに深いこと言ってなくて、普通の日常会話。で暮らしていく範囲では、それは仕事でもそうかもしれないです。同じような言葉は僕ら喋ってるわけなんですよね。ですので、その時に複数の語彙っていうのは逆に邪魔になってしまう可能性があるんです。ですので、インプットが多すぎるっていうことです。単語を覚えられないんですっていう人いるんですけども、それってもしかしたら自分にとって必要じゃない単語かもしれない。他の表現とかを学べば代用できるものを、なんか意図的に難しい表現とかこなれた表現とか学んじゃって、なんかインプットが多くて
アウトプットが明らかに少ないっていうことですね。ですのでこの2つ目の原因としてこちらのような方はですね、インプットが多すぎてアウトプットが少ないっていうところです。なのでアウトプットできる機会、オンライン英会話ですとか、まあ英会話カフェでもいいですし、いろんなオンラインのコンテンツアプリとかもありますよね。なので問題を解くっていうやり方でもいいですから、とにかくアウトプットをしていくことで、まあスピーキング、ライティングも含めて自分の思考をまずは英語で吐き出す、間違ってても構わないので、そこをまずどんどん吐き出すという癖ですね、デトックスみたいな状態を作っていくと、そのインプットが無駄にならずに流れていくかなと思います。ですので吐き出すということを忘れないようにしてください。はい、そして3つ目でございます。もうこれは明らかなんですけれども、やり方が間違っている。ここが皆さんかなり重要な部分ですので、しっかり聞いていただきたいんですけれども、あくまで言語なんですよ、英語っていうのは。つまりよくある考え方でね、言語っていうのは赤ちゃんが使ってきたように大人もそうやればいいっていうふうに極論言う人いるんですけれども、僕らにとってこの言語っていうのはもはや勉強する対象なんですね。第二言語として僕らが勉強していく場合っていうのは、言語であれ何であれ、やっぱり自分の頭で考えて学んでやっていくことが重要なんですよ。もうその土台ができてる段階で赤ちゃんのように覚えろってもう無理なんですね。物理的に不可能なことなので、ちゃんと正しく学習をして学んでいくということ。でその学習の仕方が結構間違っているわけなんです。で特にですね、今回この英語は伸びない人っていうふうに書いてあるんですけども、皆さんがどういうふうに英語力を伸ばしていきたいのかっていうことだと思うんですね。ちょっと軽く板書していくんですけど、4技能ってあるじゃないですか。リーディング、ライティング、スピーキング、リスニングって4技能がありますよね。で、日本にいる場合っていうのは、もうこの順番で勉強しましょうって僕はよく言うんですよ。これ、第一言語っての逆なんですね。聞くことがあって、そして喋ろうとして、そして何か書こうとして、まあ読もうとしてっていうところ、まあこの順番違うかもしれないですけど、でも明らかに赤ちゃんの場合こっから入りますよね。聞いて話す、聞いて話す。いきなり生まれた赤ちゃんが鉛筆持って何か書いたりしないですよね。ですので鉛筆持って何か文字に書いて、文字に起こして何か読んだりしないですよね。でも第二言語だと僕らそれからやるんですよ。なので赤ちゃんのようにやれっていうのはこっちのパターンなんですね。でもこれは日本じゃ無理ですよ。どのタイミングで英語聞くんですか、どのタイミングで話すんですか、まあ、外資系とかね、英語系の学校行ってれば別ですけど、そういう人たちでもうすでに話せてる、聞けてるわけなんで、多分こういうの見てないんですよ。で、多分悩んでらっしゃるのは、こういうことができない人たちだと思うんです。だからこれはもう第一言語と。で、学習としてもらう場合、この手順でやんなきゃいけないんです。よく聞いてくださいね。読めるっていう能力はすごい言語としては根源的に大事な力なんですね。もう一番大事な基礎力の部分ですね。ですので、読めるということが前提。そして読めるからこそ書けるんです。で、書いて、いろいろ添削受けて、思考を整理して、書いていけるからこそ話せるんですね。理路整然と。で、話せるからこそ自分の言葉を軸にして、いろんな人の言葉を聞くことができるんです。ですので、こちらですね、僕よく、この技能を説明するときに3技能プラス1って言うんですね。皆さん英語だと4技能って言うじゃないですか。なのでこの3技能プラス、1技能ですね。3技能プラス1、はい、3技能プラス1技能、まあ、3技能プラス1って僕呼んでるんですけども、この3つっていうのは自分のペースでできるんですよ。読むときも自分のペースで読めるし、書くときも自分のペースで書けるし、話すときも自分のペースで話せますよね。リスニングは自分のペースで聞けないんですね。これはもう全部相手に委ねられている能力なんです。だから赤ちゃんが勉強するとき、赤ちゃんが勉強とか赤ちゃんが言語を学ぶときは全て相手のペースに委ねられてるんですよ。でも赤ちゃんは言葉わからないって周りの人たち知ってるから、赤ちゃんゆっくり話しかけますよね。赤ちゃんに分かってもらうように話しかけますよね。でも現実の世界は分かってもらえるの話してもらえないんですよ。もう僕らできているという前提なので。ですので基本的にこれから英語を学んでいくっていう方、こういうふうに正しい学習のやり方、もう日本にいるときはこれがもう全てかなと僕は思ってます。少なくとも自分はこのやり方で、まあ、全国ナンバーワンっていう立ち位置をいただきました。ですのでまずはこの英語ってどうやって伸びていくのっていう、このロードマップを知っていくこと、さっきみたいに目標があるということ、そしてアウトプットを増やすということ、さらには正しい学習法でやるという、
この三本柱を軸にやっていかないと、ただがむしゃらに努力して、とにかく頑張る、がむしゃらに頑張る。でもそうすると、なんか頑張ってる感覚はあるんだけれども、全然能力は伸びないっていうところです。ですので、はしごを持っていて、正しい場所にはしごをかけていかないと、はしごを登り切っても、谷底に落ちる可能性があります。はしごをちゃんとかけるんだったら、そのはしごの一番先に何かゴールがないと、意味がないですよね。はしごを登るという動作そのものに。ですので、正しい場所にはしごをかけてあげる。するためには、正しいやり方でやっていくってことが重要なんですね。何をもって正しいか間違ってるかわからないんですけれども、とにかくがむしゃらに頑張るみたいなやり方は、もう一切やめて、戦略的に進めていくと、かなり皆さんの英語力っていうのが飛躍していくかなと思います。こんな形で今日はお話をさせていただきました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、See you next time!